どうもこんにちは、ベースランニングゆきしょと。どうもこんにちは、ベースランニングのゆきしょと。葉っぱです。今日はですね、つかしのジエマパーク開園から閉園までの企画でございます。初の外ロケの。そうだよ、動画ではね、俺思い出の企画ではあるよ。原点回帰感もあるよね。スカイランドパーク開園から閉園まで、はい、僕ね、初めてなんです。9時から5時だっけ。9時から5時、はい。で、何時間。9時から5時、6時間2時間8時間か。大事に。そうね、8時間。そう、行きますか、じゃあ。はい、はい、今日ね、37度と。そうなのよ、37度ってそうないから。6月だよ、雲一つない。本当だよ、ピーカンよ、みんな。こちらがワンデーパスですね。裏のこの黄色いシールを剥いでいただいて、これをなんか、つけるらしい。テクメに。ごめんなさい。あ、そのまま抜いていただきます。はい、やばけ、早く。久々に来たわ。多分ほんと5年ぶりぐらいかもしれないです。え、もう10年。え、鬼ごっこ。スカイ君の巨大迷路のチャレンジ。 YouTuber のキョンクマ君も遊んだ巨大迷路らしいですよ。これタイムアタックする？あ、いいっすね。え、どういうこと？え、だからそれぞれ行ってきて、うん、一番早く帰ってくる、うん、よーい、スタート。え、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 そういうこと。1分経過。1分経過。やばいやばい、完全にハマった。おお、1分41秒。いや、全然やばい。なんでそんな疲れてんの。よーい、はい。うわー、8。 8? え、違う。結構時間かかってんじゃない、彼。うわ、来たー。はい、早いです、めちゃくちゃ。いくつですか。1分22秒。うわー、くしょー、早い。でもね、これめっちゃ間違えるよ、これめっちゃ間違えるよね、これむずい。スタート。ドン。あったかー、アルコール。いやいや、そこ。これでもよく考えたね、これね。経営側から面からするとさ、うん、一回布を入れ替えるだけでルート変更できるわけでしょ。そうだね、コスパもいいね、これね。コスパもいいね。いや、お前なんで UH 経営者の目線から、お前。早いかも、やっぱあいつ。え、早っ早っ。えぇ、ー、やばい。1分5秒。1分5秒ぐらいだった。1分5秒。一人で行ってみてくださいよ。一人で行くって何。え、なんで一人で行かなきゃいけないの。だって怖くないでしょ。怖くないけどさ、ちょっと一人で行く。なんで俺一人で行かなきゃいけないんだよ。え、ちょっと意外とあれなんだね、なんかそういう感じ。え、それ何。いやいやいや、お前ふざけんなよ。おおねー。結構怖くねえか、普通に。板尾、板尾、板尾じゃねえ。板尾、板尾じゃねえよ。待って、これ行き止まりじゃん。いや、触って、カメラ触りながら行ってください。あ、何も見えない。何も見えないじゃん、これすごいね、これ。え、これどうすんの。ちょっと待って、待って、待って、なんで後ろからなんか来てる。ちょっと待って待って待って、後ろからなんか来てる。マジ、待って待って待って、ちょっとね、行き止まりだね。壁にぶつかってる、この人。壁に思いっきりぶつかってるんだけど。危ないよ。普通にビビったね。しわだれ、無実の罪を着せられ、殺されてしまったのです。体調の悪い男女がいたわ。体調の悪い男女がいた。めっちゃ楽しいよ。もう一回乗りてえな、もう一回乗りてえな。カーニバルコーナー、ゲームセンター的な。これが一応お金がかかるんだね。はい。うわ、全然入った。何これ、めっちゃやりたいんだけど。でも完全には多分通れないと思います。
3回当たればあなたの待って今この剣で今僕の右胸を結構な強さで刺したんですよこの人ちょっとやってこう大丈夫こっちの絵の部分ブサになりましたロッキングタグスタートしまーすおーすげえおーうわーこれサムネ候補だろうわー絶対落とさないでくださいよそうちょっと待って俺これカメラ落としたらやばいで絶対落とすなよ絶対めっちゃ手汗かいちゃったよ震えもすごいです危ない氷の館アラスカランド寒いんだってそうあ寒い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 待って寒いすげえ寒い寒いえやばちょっと待って風邪ひくってこんなの子供いるけど死んでるうん子供死んでるやん寒い熱っ待ってめちゃめちゃ高いねこれすごいねこれねこれでも何メートル40メートルぐらいかなもう少してっぺん行きますてっぺん来たてっぺんでチューするんでしょはいはいさっきねえちょっと来ないマジこっち来んなってねえ来ないじゃんてっぺんこれでもあのいいのよ普通ならいいのよお前が揺らすとねちょっとマジで何ちょっとマジで今それ出す必要あるだって撮りたいですよインスタ外にいる時は入りたいと思うんだけど入ると一瞬で出たいと思うマジでめっちゃ寒いあちぃあちぃあちぃめちゃくちゃあちぃなんだこの体験はおおなに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 当てられてるね今これ当てられてるうまいあいつちゃんと狙ってんだけどアラスカ行こうアラスカ行こうアラスカ行こういやー気持ちいいじゃあこれマジで自分たちで回そうと思えば結構回るってことめっちゃ回るやばいよえぐい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 じゃあ逆回転いきましょうさあ左回転えぐい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 いやいや何回目やねんマジで行くぞそういや意外とね高いあいや早いねあいえなんかあれみたいルパン三世ルパンまで自由に降りてもいいんですね降りて好きなものをでね矢印の方向に走ってもあ楽しいこれ逆三輪車です、これ逆三輪車逆やばいやばいこれ無理何してんの何してんの何してんの重心移動だ、これそうそうそう重心移動っすね怖い怖いそれ、重心体でハンドル切る体を左に傾けたら左に行くそういうことそういうことなんで左方向前見てるなんで左方向前見てるすごい分かってきた危ない2階がだいぶメルヘンやなお疲れ様でしたそんな重いリュックショってどうしたの？あの今日サムネ作んないといけないんでパソコン持ってきてさ、一応なんかやろうかと思う。多分みんな思ってると思う。なんでこいつこんな重いもの持ってるんだなっていう。